はい、どうもこんにちは。吉原です。ブラザーズ、第4回目ですね。続きやっていきたいと思います。前回は、狼、野犬に襲われ、トレントに襲われ、でかい母さんに呪われ、それ全部夢でしたみたいな。後、よくわかんない、博士が作った飛行機で、このね、上、ちょっと見えないんですけど、この先にね、お城があるんですよ。の、ふもと、ですね、に、やってきたって感じですね。で、こっから危ないから、命綱をつけようと、今更つけて、ついね、自由に動けなくなりました。はい、そんな感じです。やっていきましょう。でもね、まず、これ、ありがてんだよな。限界があるっていうのがわかる分だけ。でも、これどうすんのって感じやけどな。え？ん？待てよ。ちょっと待って。どうしようこれ。死ぬぞこれ。あ、なるほど？おい、それは面白すぎるが？うおほほ。あい。いいの？ここから行こう。危ないってこれ。はい。オッケー。で、オッケー。よし。いいよ。はい。あ、危ねえ。まだあんの？こっから。やばい。で、弟離して、弟掴んで、せーのぴょん。せーのぴょん。で、なるほど。危ない。兄ちゃん離す。兄ちゃん掴む。一緒に進んでいく。おい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 、マジかよ。じゃ、弟話す。弟つかむ。お兄ちゃん話す。お兄ちゃんつかむ。弟話す。弟つかむ。むずいわ、これ。でかっ。なんか、器みたいなやつがあるけど、クソでけえ。ちょっと待って、お兄ちゃん進めないんだ。よし、いけた。オッケー。で、ここから、なんかあるか。で、掴めるわけじゃないから、こっち行くしかないのか。で、これ、もしかしてそういうこと？もう当たり前のやつさ、こういうさ、格子があったら登り出すのよ、この兄弟。まあ、それがいいところではあるな、このゲームにおいて。いや、これ掴んじゃいけんって。あ、こっち行くか。はいはい。行こう。すごいぜ、こいつら。乳酸が溜まるっていう概念がねえわ。おい、マジか、ここ。これやばいって。ちょっと首の後ろめちゃくちゃかゆい。やべえ、やべえ、やべえ。もうパーカーのさ、フードがもそもそってなってるのがずっときついのよ。お兄ちゃん話す。もう一回。やばいやばいやばい、ちょっと待って、ダメだろ、崩れるのは。テンパるって。ほっ、今おかしなことしたよ俺。オッケー、オッケー。ああ崩れ落ちるわ。よし、ちょ、こっち行けるかな。行けないんだ。もう一本道だね。迷っちゃいけない。この秒が出てたら、掴んで上に上がります、この兄弟は。じゃあ、弟だけやって、こうか。違う。で、どうすんだ、これ。これでいいか。ここいける。はい。OK。OK！ 右行くか。とりあえず。あ、いけない。これ覗けたりしないかな？覗いてなんか向こうを見てちょっとドッキリみたいな。そういうのはないのか？
ないね。ないな。全然。全然何もない感じする。こうなってるときはマジで操作わけわかんない。自分でパニックになってるときね。多いな。ボアスライム機の。秒が多い、秒が。ちょっとこの操作楽しくなってきちゃった。よし、行けた。入れたよ。5番街スラムみたいなとこ来た。これ樽落として戦うやつじゃん。ん、やばいやばい、後ろ気づいてー、気づいて、後ろやばいって。で、こっからこうやね。走れないんだマジで。これ巨人が住んでるでしょ、さっきのトロール的なやつらが。でかすぎるだろ、これ。いた。一個一個が。これ、サクサク進めているよ。ガツガツ崩れてってっけど、いいのか、これ。オッケー。あ、セーブ入った。お兄ちゃん、急ぎすぎよ。音立たるって。首ガツになるって。え、こっち？どこだ？外か。また外出るんか、これ。あるな、またやる。アスレチック。命をかけたアスレチック。もう慣れたもんよ。またやんの、これ。すごい、度胸がすごい、こいつら。一応ね、両方とも、一気に行って失敗したら落ちちゃうから。お兄ちゃんから行くわ。まあ、お兄ちゃんっていう言葉がさ、言いなれ、終わりー、こっからだろ、絶対いるの。お兄ちゃんマジで呼び慣れんな。弟とも言わんからね、普段。その弟はおるから。弟はおるけど、別に弟のこと弟って呼ばんやん。弟は俺のこと兄ちゃんっつうけどさ、言わんやん。マジ言いづれえわ。でかいな、マジで。人、あ、さっき見えたやつだ。何？誰？それ何？あ、でかいやついるよな。ハグリッドなんか、500回りぐらい大きくした何かがいるって、ここ。あと、なんか、なんだ、下に行く何かがある。まあ、とりあえず行く、うわ、なんか、うわ、バグる感覚。なんか当たり、小人に見えるな。周りがでかいのに。あ、これ見えてたやつだ。ルーペか。なんだ、これ。これってちょっと生き物のこと。あら、だい？全くもってわからん。けど、これ弟は行くしか、鳥を捕まえてるのか。何の感情も高いんや。あ、わかっ、これもしかしたら、ここでやんのか。は？なになに？ちょっと待って。なんだ？え、ちょっと待って。おかしいって、これ。バグってるって。どっか何かできる場所を探す？いや、でもここ入れると思うんだな。あ、普通に行けるわ。これアクションキーじゃないんだ、ここ入るの。また弟を酷使させる旅が始まる。で、まあ、あの、掴んでください、釣り革を、取ってってことでしょ？掴んでもらって。マヤ！あった！部屋の、オッケー！ちぎれるって！ちぎれるって！逃げて！マヤ！
下ろした。あ、弟も降りてる、ちゃんと。よかったよかった。なにこれ、ヒッポグリフ、なんだ。あら、誰？手は猫っぽい。鳥に手とかないよな。翼が手みたいなもんだもんね。乗れってこと？あ、嘘だろ。乗らせてくれんの、お前。そんな手負いの状態で最後の力振り絞りすぎよ。おお、すげえすげえ。じゃあ子供の時にこういうの憧れたわ。ハリー・ポッターとかさ、ナルニア国物語とかさ、あの辺のもの見たりするやん。空飛びてえとか、でけえ鳥に飛び乗りてえとか。いやもう詰まっとるよ、ロマンが。このゲームロマン増量中です。あ、息絶えた。頑張りすぎやって。なんで乗せてくれたんだろうな。あ、浮きか、これ。この羽で思い出すこともある。ここどこよ。どこで釣りしてんだこれ。釣りしてた時のことを思い出してんのか。この生き物と同じ羽だったんだね。特に何も思わずしてた。何を思って俺らを乗せてさ、ここまで届けてくれたんだろう。ありがとうな。多分同じ目に合わせたくなかったっていう気持ちがあったんかもしれない。マジで。ありがとう。行くか、したら。いや、いろんな別れがありすぎて困っちゃうわ。ここで落ちる。放置するのやばい。絶対崩れる。勝手に進んでいくな。で、次は？まあ、ちょっとセーブ入ったし、キリいいんだけど、もうちょっとやろう。あまりにも早すぎるんで。もうちょっとやります。ハゲタカがいるぞ。おい、なんだなんだなんだ、でけえ兵士。戦ってる。よし、むさぼってるわ。ハゲタカがよ。エルバフの戦士。いや、シンプルにね、メイスとか持ってるところ効果持つわ。あのね、俺が思う一番強い武器って、もうコンボとかそういう、メイスとかそういう系なのよね。ただ握りやすくした、ただの、撲殺武器みたいな。刃こぼれとかいう概念ないじゃん。まあ、折れるって危険性あるかもしれないけど、それはもう、刀も同じだからね、剣とかも。そういう意味では、こういう武器好きなんよな。あ、椅子がある。何を見るのここで。今回は、ここを冒険するのか。いやー、行きたくねえ。なんか、血みどろじゃん。これを？いや。血は別に見れるわけでもないのか。人の足だ。細くね？だ。この人の足細くねえか。で、矢もでけえし。ここ行くんか。え、どうすんのこれ。え、どうすんのこれ。おーおーおー、そういう動かし方。死体に刺さった矢を押して動かすとかやばすぎだけどな、普通に考えて。いける？いけないか。
保険もある。やっぱほら、生クラになるじゃん。その点メイスはもう、なんか多少、そのボコボコってなったとしてもさ、それが、そうなったところでだから。は、ずっと流れてる。これちょっと新鮮なんだけど。ああ。いや、違う。食ってんのか。食った結果がこれ。ちょっとここ行くの嫌だな。生臭え。血生臭えよ、マジで。ちょっと掴んどけ。おおほほほほ、いかん、いかん。掴んで、掴んで、掴んで、オッケー。掴んでおかないとマジで、彼は死ぬ。多分死ぬ。毎回なんでこうギリギリからちょっと頑張ろうとするの。乗せ、最後まで行けよ。はしごがある。はしごっつうか。毎回はしご最後までないんだよな。で、お兄ちゃんを助けるために、ん？何をすんのこれ。登れる。へい、なんや。へい、ってことはそっち。なんかできることがある。これ、折れるのかな？もしかしたら。ポキいけ、ポキいけるんだこれ、ポキってる、いけるぞこれ。よっしゃ。オッケー。折れんかったけど、いけたわ。どう掴んでんだろうな、これ。もう、もはや掴むとかじゃない。もう握力バグってるって。木に指めり込ませてるでしょ、これ。で？メイスに矢が引っかかってるって感じか。はいはいはい。うわー、落ちてったー。身元不明なんだから、ちょっと、親族怒るって。それは。それはまあ、あれか、トロールをマグマに落とした時も言えるか、同じこと。で？またここ行くの？行きたくねえよ、もう分かってるのに。分かってて、なんか巨人の血を浴びながら行くの嫌だな。ちょ、こっち行ける？行けるね。行こう行こう。ちょっと見てみる。何人も、二人いる。怖いわー、マジで。これ登るのか、次。はい。マジで、未だにおぼつかん。これ一生おぼつかん、俺、この操作。でけえ、マジで。死に行くむさぼりが。で、これをこの腕をずらすとどうなるの。うわー、いやちょっと違うやん、それは見たくねえもん見ちゃったって。グロダメさ、そういうの見せちゃ血は流れないんだ、こっから怖いって。マジで何この戦乱の世。一緒に座ろ。な、え、なに？儀式、あ、人いる！儀式っぽい文様だなと思ったら、ちゃんとなんか人が座ってなんかやってる。儀式か？あれ何？何してんの？で、サイズ的に距離感わからんけど、俺らと同じサイズだよね。人間の、あれで言えば。こんな巨人みたいな大きさじゃないよね。おい、食うな、お前。これ襲われたりしない？生きてるものは襲われないのか？押せないわ。無理ですよって言ってる。じゃあ違うところから行くの？ここ通るんか？したら。こういう細い木は折れんのに、なんか折れなさそうな木折れるんよな。このゲームって。え？どう行くの？正解。ちょっと待って、ボウガンあるけど。まずボウガンで撃ってみるか。ボウガンで撃ってみるかもおかしいけどさ。ボウガンで撃ってみよう。したらなんかわかんのか。うわ、それやめて。ちょ、怖いんだって。なんか襲われることってあまりないからさ。夢では襲われましたよ。もち。あ、わかったわかった。まずこれを引っ掛けないといけないのか。引っ掛けるもんもないものにやっちゃいかん。これ、ボウガンっていうか、なんつうんだろう、こういうのって。あんまよくわかんないんですけど。カチョン。そしてちょっと弟にやらしてみる。でもこんな若い時に、ああ、よかった。覚えらしい剣よな。殺しの味をよ。脳天、ズキュン、ドキュン、胸を打っちゃって、ドタン。オッケー。
したら、あ、ない。いや。何やってんのって、いや、しゃあないじゃん。つってるわ、多分。しゃあないじゃん。まあ、こっち行けるから、まだこっち行くわ。あ、もしかして、声出したらでかくなれてない？え？うまいのか下手なのかもわかんねえよ。いや、弟下手ー！ハープできるのに笛できんのや。なんか、得て増えてがあるね、ちゃんと。よし、まあ、これでね、脳天打てたんで、脳天打てたんでってやばいセリフやけど、打てたんで、次に進みます。うわ、どんどん赤、やばいって、ワインみたいな色になってるやん。ん？声でかっ。赤い血が流れてる理由を知らないのかな。そんなわけないよね。そんなずっと流れるわけないだろうし。なんか勝ち込みに行こうとしてる。武器持ってるとあれ、これ俺らこうであいつらに出会ったら殺されるんじゃねえか。行くなって。いや、もう行こうとしてるもん。行かざるを得ないんだろうけど、行こうとしてるの怖すぎだろ。ちょっとカメラの位置変えたい。何も見えんて。ここやだな。ほぼ血でしょ、だって。え、どうなってる。よかった、なんとか。ちょ、赤くなってる血で。ちゃんと人だな。うわ、マジでやだ。気持ち悪いだろうな。なんか女性の声もする。魔女のスープ、なんだ、魔女狩りか今から。そんなわけないか。完全になんかこの鍋だけで決めちゃったけど、何これ。は、うん、なんか生き物を供物にしてみたいな感じで、あがめてんのかな、これ。土下座みたいなしてるって。あがめ、何か生贄にすることで、なんか後ろになんか、クソでっけえ、なんか。なんだこれ。綾波みたいな。クソでっけえ綾波みたいなやつを復活させようとしてる？なんだ？シャーマンキングのゴーレムのやつも、あんなマークあったやな。エメと。ちょ、なんか洗い流したいけど、今ここ全部血だからさ、なんか綺麗な水がある、うん、なんだ、なんだ、でかい奴らがなんか化け物とやり合ってる。なんで腕4本あるんだ、怪力。これで綺麗になる。おい、綺麗になった。いいね、雪国だ。あー、ちょっと若い、いや、生贄だ、これ。あ、あ、それ見られたね。気づいた。生贄にしようとしてる。どうすんの。こいつらマジで勇気だけはあるんだから。でも男気だけでちょっと、ステータス形成してるよ、この男。この二人、あの教祖見、司祭さんは見えないんだね、俺らの姿は。目悪っ。ププ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 。それあの二人どっち行くの正解だ。うん、こっち行くと違いそうだから、ちょっとこっち行ってみますか。行けないですね。なんか正面突破すんのこれ。それは違うくない、やばいだろう。あ、なんだ、なんだ、何しようとしてる。
同じマークになろうとしてる。おい、インスタ映え狙うな、お前。同じポーズできたね。FF じゃないんだから。でもよな。いや、今、ガクッと。やばいやばい。どうすんのこれ。全くもってわからん。あった。これでいなすってことか、もしかして。ちょっとここにいて。これちょっとちょっかいかけてくるわ。へい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 。全くもってわからん。なんかノリで行ってみる。ノリで行くとかあんのかこれ。わかんねえ。ひと月じゃん。兄ちゃんが行ってみるか。行け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 。おら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 、助けろ。わかった。もしかしたら、ここでポージングしたまま動かせるとかない？肩車した状態で。あ、遅くなっちゃった。で、これ赤くなります、まず。これ赤くなることが重要だと思うんだよな。多分赤いこの巨人が現れた、いえ、現れたぞーっつってに、ま、ほら、ほら、あがめてるもん。目覚めだっつって。恐れおののけ。うわぁ、あー、どけー、お前ら。神が来たぞー。生贄を助け、これで助けると。オッケー。はい、騙されたぞ、子供。バカが。行くぜ、逃げろ、逃げろ。全然追いかけてこない。なんで満足してんの、それで。え？何も思わなかったの、あいつら。何かは思えよ。逃がしたぞ、おえ、みたいな。あと。何もないんかよ。ついていきますか。よし。これ次は？マハメダ。何してたの？あ、わかんないわよ。つって。いやだい。これ知ってる？マビヒア。上？これ乗っていき。つって。お前も来いよ。お前。終わりだろ。生贄にされてたんだぞ。お前も乗れって。じゃあ2人乗る？なんかごちゃ、あ、乗るわ。ちゃんと乗ったわ。よかった。やだー、これ。よっしゃ。ちょっと待って待って。わからん。は？オッケー。左に行きたいときは、弟を動かす。からこうだ。こうだろ？そうだろ？赤い血がまだある。うわ、ここまで流れてんの？やば。やばすぎじゃない？それ。で、ここ、渡ると。うわぁ！雪国だ。これ兄ちゃんのこぐ力強いから曲がるとかあんのかな？いや、これ前に押すだけでいいわ。深すぎんか、これ。で？どこまで行けんの、これ。なんかおる。
合ってんのかな。合ってはいるな。ルート的には正解。え？シャチだ。え？いや、無理がありんす。行くしかないのこれ。こういうやつがいるよ。やばいよねってことでしょ。プクプクしてるところになって、ヒエア行く場所わかんねえんだって。あ、ここか。なんかこれ以上進めない。ここにいるのか。あ、全くなってわからん。どこ行くのが正解なのこれ。どこ降りれるのかなこれ。え、全く分からん、全く分からん。ちょっと待って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 。は？どこ進めればいいのかマジで分からん。あ、いけるいける。さあ、ここ引っかかってたんだよな、なんか知らんけど。ここだろ絶対、絶対ここやって。違うの？まだ行く場所ある。まだ行く場所あるみたい。あの助けた女性マジで下すげえ楽しみにしてる人やん。あ、まだ行けるんだ。あ、なんだ、まだ行けるやん。よしよしよし、オッケー。潜んでるねシャチが。ここまで行ったら行けないでしょ。これもあいつらダサ。ゴツン。どこ行けんのこれ。まだ行ける。まだ行けますね。どこまで行けばいいのこれ、この船で。いや、まだおる。やばい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 。よーしゃい。これ前と後ろでなんか操作。やっぱ危ねえ。これ前後左右の操作があるわ。気づいた気づいた。進むぞ、ガンガン行け、ガンガン。どこプクプクする。プクプクに反応できんよ俺すぐには。行くしかねえ状態とかもあるからねこれ。いや、このなんか骨の道を行けばいいんでしょ。あらば、あかかかかか、ここ行けって。ここゴールな。お前終着駅骨って、大怪獣物語じゃん。すごいゆったりしてるよこの人。それは違くない？もうちょっと助け出されました感出せよ。あ、強い。お、力が強い。なんで生贄にされた？町で一番力強い女子を持ってこいっつったんかな。こういこう、これ滑ってる、なんか滑ってる。あ、滑ってるな。こっちから行こう。絶対無理。うわあ、滑る。滑る、滑る、滑る、滑る。転がり落ちるってこのまま言ったら。いや、すごいもん、でも。こけはせん。この時期に滑るってあんまよろしくない、もしかして。なんだ？亀がひっくり返ったら、あれ助けられないかな。あ、親、亀じゃねえ。親化け物がなんか。あった。上。ちょっと行くか。まあ、先に、助けに行くか。何してんのお前。運ぶか。運ぶって何マジで。本当に。ひっくり返、あ、で、ここで。へい。雑。あ、オッケーオッケーオッケー。天地無用になるところ。なんか溺れたりするかと思ったけど。ちゃんと水の元に行ったら、泳げてたわ。よかった。
助けたよ。感謝せや。まだ向こう。まだいいのか。何匹もいいのか。まだおるやん。こいつに至ってはまあ滑れてもないじゃん。示談蒼天で終わっとる。押しな。よっしゃ、運ぼう。3人いたんだ。3人ってか3匹。で、これで、ポチョムキンと。オッケー。もういいよ。これはもう、助けたでしょ。オッケー、助け出されましたと。バイバイ。感謝されるな。すごい甲羅が氷みたいになってる。これあれですよ、いずれなんか恩返してくれるんじゃないの。氷ステージ、思ったより長いな。思ったより長い。ちょっと逆に長くなりすぎてしまったかもしれんけど、許して。え？あの人もしかしてここ行ったの？やばすぎだろ、お前！行っとるし！行っとるしじゃないけど、マジで。よく行けたな、こんなところ。え？人凍ってない、これ。こんにちは。あ、ここ行くの？ガイア？いや、え、シッシってされ方。あっこ行きたいんだけど、なんかできないかっつってんのか。行くか、こっち行くしかないね。あ、ノコギリがある。投資したのこれ。投資はしてるっぽいね。投資はしてるっぽいねって発言も意味わかんねえけど。あった。とりあえずじゃあ見ますか。いつものいつものね、季節、堪能のコーナー。いいね。あの子たち、お、あ、マジ来たよ。おー、すごい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 。おー、水族館や。イルカショーみたいな。まあ、今回オルカショーでしたけど。見れ、お、すげえ、影が、あ、ここまである。すごいな、しっかりしてるわ。じゃ、これ。おい、なんか二つあるわ。向こうもこっちも映ってる。そんなことあるんだ。で、まあ、これを、崩して、どうちゃらこうちゃら。はい、はい、はい、はい。はい、1、2。これでも切り倒して何になるの？あ、まずこれを倒して、これを持っていくんだ。このノコギリを持っていく。で、倒して引っ掛ける。そんなことできるの？一発勝負でしょ、これ。持ってきたよ。まずお前からや、つって。ま、さすがに。ゴツン。指示だけするんだから。手伝いなさいよ、あんたも。もう椅子のがすげえせかすやん。待ってって。誰よりも先に行くんだから。はいや！めちゃくちゃアクロバティックやん。そりゃいけるわ、さっきのところ。すごい、もう戦士の娘みたいなことするやん。なんで捕まった？いや、こういうなんかパワーがあるから捕まってるっぽいよね、マジで。お兄ちゃん早い。女の子についていくときだけスピード 1.25 倍になってるわ。こっち行けない？行けないか。いや。オッケー、分かった分かった分かった。じゃあアクションキーずっと押してるから。次は。え？ボナ。これ大寒波で凍ってんだろうね、マジで。この状態で固まってるって怖すぎるけどな。あ、トロールめっちゃ仕事してる。え？押すの？
その前なんか他にない？ないね。よし、行こう。押すか。の、これ人だったものを投げ倒すのか？あ、人じゃないよ。雪だるまだ。あった。人だわ。いや、乗せるんすか？あと。早く下ろせ、下ろせって言ってるわ。いいんすか？話しますよ。ぴょーん！いいん！うわ、すごいな。バグってるって、マジで。はい。レッツゴー！はい！ない！で？あ、いるわ。3人1組だ。こっから3マンセルなの。もういいんだ。はい。じゃ、ついていきますか。はいはいはい。いや、別部隊多すぎるって、え？何？え？何？誰？は？何？おい！足跡だけある。見えない巨人がやる。怖っ。いや、一番怖いじゃん、これ。ウェンディゴ？ウェンディゴ的なやつか？なんだ？見る場所多いって。ガイア？なんかあるな。はい。とりあえずこっち行けばいいかな。これドア開けんといけんのよ、多分。ディア。手振ってる。なあ。人を引き。お前ば、マジかお前。あった。ジャンプ力すごいって。あ、後ろから開けてくれるんじゃない、これ。いや。こいつ化け物だ。パワーすごいな本当に。あと。あ、すいません。そういうことね、同じポーズ。何このルール。本当に大丈夫って確証あんのかそれ。なんか揺らめきは感じるよね。もういいの。お前判断能力すごくない？ついてきてくれお前も最後まで。多分この人がいた村まで帰らんといかんだろうな。ボナ。え？一人で行けんの？こいつ化け物だ。強すぎるって。この人すごすぎんか。パワー A なんだけど。パワープロだったらパワー255まで上がってるって。はい。ありがとう。で、同じポーズせんといけんの？これ。多分また。はい。滑稽だわ。4人目ごってあのポーズしてたんだよな。危なっ。あーあーああ、なんでそれは掴まれた？いや、もしかしたらやん。もしかしたらあるやん、これ。隠れても捕まる可能性あるやん。怖いって、ここ。不気味だ。どこまで行けばいいんだろう、でも。一応ついていこう。これもう一回つ、こいつも唾吐く。そんなないか。なになに？次は？あ、ここ行って、ここ入ったり？オッケー。よーし。これで一旦助かったのかな？崩されそう。いやー！バレたの？これ。バレてる？バレてる！バレてるって。あの人速すぎるよ。やべ、コントローラーがおかしい今。で、俺持ってる手が今おかしくなってる。やべやべ、落ちる落ちる。危ねえ、落ちた。見えざるモンスターが落ちた。で、こんな寒いのに半袖で助かったわーっつって。そういうのいいからっつって惚れられてる？手つないでるやん。あなた最高よっつって。
いや、もう当たり前のように。すぐ引き離した。でも、チュッてされた後に。はい。じゃ、今回こんぐらいするか。今セーブされたんだと思うので、もうこっから行っていいでしょう。あの子すごいな。あの子すごいし。見えざるモンスターも怖えしさ、あと、儀式怖、今回なんか全体的に怖かったんだけど。巨人同士がさ、争ってるところとか、まあ、斧で足切り落としたりとか、脳天めがけてボーガンドカンとか、それをなんか貪ってる、ハゲワシ崇めようとする司祭全部怖かった。まあ、しばらくはそんなシーンなさそうだから、ちょっと待って、オーロラ見える。これ次回楽しみにしとこう。いっさあるだろうな。はい。って感じで今回は、ここで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。バイバイ。